いやこんばんは、ね、さあ今日は動画をお休みするとは言ったもののですね、なんかやっぱりこうちょっとムズムズしちゃって、やっぱ撮りたいなと思って、はい、結局撮っちゃいました。はい、ごめんなさいね。で今日はですね、何を、どういう動画にするかと言いますと、映画のことについて、まあ、ちょっとお話ししようかなと思ってまして、あのツイッターの方で2019年に見た映画で一番良かったのは何かっていうのをツイートしたんですけど、まあ、その、ね、まあ、音楽と本と映画、この3つ3部門を、紹介したんですけど、その映画部門で、一番俺が良かったと思って選んだのが、これです ね。出てますか、ちゃんと。ルビー・スパークスっていう映画なんですけど、これね、作品自体はですね、2012年の作品ですね。主演のお二人がいるんです、男女のね、まあ、これラブストーリーなんですよ。ラブストーリーで、男の方、カルビンっていう男の方が、ポール・ダノ、はい、で、女の子の、ルビー、そう、ルビー・スパークスね、ルビー・スパークスが、ゾーイ・カザンっていう女優さんで、まあね、何がいいってこの映画めちゃくちゃゾーイ・カザンがキュート、もうあのオープニングからがっちり心をわしづかみにされましたね俺はあの今まで海外の女優さんでこの人が好きっていう人、オードリー・ヘップバーンぐらいですかね、ぐらいしか本当にいなくって、でもこれを見てからはオードリーとゾーイ・カザン、とりあえず今2人になりました。はい、まあ、ストーリーはですね、カルビンは作家さんなんですね。作家さんで、処女作が、確か19歳の時に書いて、それがまあめちゃんこヒットしたんですよ。ただそれがまあヒットしたのがまあ原因っていうのもあるんですけど、それ以降全然こう何も書けなくなったんですよね。一発目で大当たりしちゃったもんだから、次が全然書けなくて、もうそれがスランプになっちゃって、カウンセリングみたいなのにも行ってて、でまあこうだんだん自分の気持ちをこうまあ元の平常なね、ナチュラルなところまで持っていこうとか言ったりしてるんですけど、まあそれでもなかなか書けないと。である日、その何ですかね、カルビンが自分のことを、カルビンのことを、好きな女の子を、女の子の話を書いたんですよ。でその女の子の名前がルビー・スパークスと言うんですけれども、でこうそういう、まあ本当に妄想ですよね。だから自分のことを、好きな子はこういうルックスでこういう性格で僕のことが大好きでたまらないんだみたいな、なんかそんな感じのストーリーをこう書くんですよ。である日パッとこう目を覚ますと、なぜかそのルビー・スパークス、ルビーですね、ルビーがいるんですよ、自分家に。えっつって、いるみたいになってて、カルビンは相当テンパるんですよ。でもう、あ、やばい、俺は本当にもう気がおかしくなっちゃったんだって思うんですけど、こうルビーを外に連れ出して、で他の人からもルビーは見えてると、ちゃんと人と人間として存在してるっていうのを確認できてからは、もうカルミはウハウハですよね。もうだって自分の理想としてる女性がね、自分のもう彼女としてもその場にいるわけですから、それはもうウハウハですよね。でもなんだろう、こうその都度でもうそのルビーのその性格とかを書き換えられるんですよ。カルビンはタイプライターを使って執筆をしてたんですけど、なんかこう、あ、ちょっとここをもうちょっとこうしたいななんて思うと、そのタイプライターでルビーは実こうこうこうだったみたいな感じで
タイプライターで打つと、ほんとすぐにもうその通りにそれが反映されるんですよね、Ruby に。っていう、なんかものすごいこう男にとっては夢物語なお話なんですけど、まあでもだん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 こう不都合が生じてくるわけですよね。あっちゃこっちゃあっちゃこっちゃっていうルビーの性格をこういじくり回してると、だんだん不都合が出てきて、ある日うわーってこうなってしまうんですけれども、まあその後どう物語が転んでいくのかっていうのはまあ言わないですけれども、いや本当にすごくこう胸にジーンと残る、すごいねいい終わり方するんですよ、うん、本当になんかこう見てる側に、なんだろう、ある程度こう委ねてる、この先どうなったかは君の好きなようにちょっと想像してみてみたいなっていう、まあなんかすごく余韻のある終わり方で、もうね最高にいいお話だと思います。なので、まあもしこの作品のことをね、まああの知らなかったっていう方はぜひ見てください。あのラブストーリーが苦手っていう方でも楽しめるんじゃないかなと俺は思いました。俺もそんなラブストーリーってそんなに好んでは見ないんですよね、でも本当にこれは良かったです。超おすすめです。はい、普段映画とか見ないっていう人にも自信持っておすすめできます。はい、というわけでよかったら見てみてくださいね、ルビースパークス。はい、というわけでですね、まあ今日は映画を1本紹介しましたが、まあこれがきっかけでね、なんか映画に興味を持ってくれる人が一人でも増えればいいななんて、思ってますので、はい、あの映画っていいですよ、はい、また本とか音楽とかとは違った良さがあると思ってます。でも俺本当に映画にハマったのって去年からなんですよね、DVD とかブルーレイを買ってまで見出したっていうのは本当に去年からで、まだ全然日は浅いんですけど、今年もいろんな素敵な映画に出会えたらいいなって思っておりますので、皆さんとね一緒にいい映画を共有できたらきっと楽しいんじゃないかなと思うので、はい、紹介させていただきましたまあ今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。じゃあねー。